はいどうも、マナマンです。マイクラブやっていきたいと思います。ほんとレート1000以上の方とか、よく当たりますね、っていう、ことで、試合やっていきます。何試合だ ?4 試合。5試合か4試合ぐらい当たってる。この、土日月ぐらいで。すごいな、っていう。なんでこんなレート戦ばっか当たるんだろうっていう。それぐらいの人しかもうやってないのかっていうね。感じだよね。逆に低レートの人と全然当たれへんねんけど。なんか仕様変わってるかな。サッカーファンの皆さんこんばんは。なんかその辺気になるけど。レアルマドリー対ウィーユナイテッド、スタッド・ド・フランスよりお届けしてまいります。まあこういう下克上。今日はジョン・カビラです。ジャイアントキリンゴどんどんやっていかないといけないよね。さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。そう届かんか、あかん。そこ狙ってたね今ヘディングの。多少ちょっと無理には取りに行かないように守備をしつつ、サイドのスペースへ走らせる。オッケー、マイボーちゃう。オッケー、多少なり守備が上手くなったように見せとくけど、結局は、まあ、点取られ出したら雑になるんだけどね。前線へ出す。まだいますよ。 OK。 ペペ、守備硬いよなこれ。よさやらしるだから守備が硬いかな。どう崩していけばいいかっていう。もうロングボール対応しようかな、一気に。全然なんかほん全員帰ってるからさ難しいんだよ。この1点取るのが難しいっていうね。もうここでフラスル一気に投げてもいいんだけど、いやー通らんか。うわーこっちロングボールやったら面白かったのにな。よしコーナーキックになった方が面白い。よしよし、オッケーオッケー。ちょっと巻いてくるボール使おうかな。いやーマジか。あそこにベイルがいるっていうのはちょっとダメだな。右足で当たり損ないっていう。出てねえか。かなり慎重にやらんとダメよっていうの。あぶねえ、なんかミスってたコマンド残せ。いやゲージバツマックスからのパースフェイントでかなり危なかったね。クリアしたかったのにさ、クリアしたかったのにフェイントがミスるっていうね。ここで切り返してきそうやけどね、まあ、2人で行くんならこういう取り方をしたいんだけど、まあキーパー OK。 これはうまくいったね。マニュアルキーパー、マジで危ねえ。ロングボール一気に放り込んでみようと思ったけど無理だわ。硬いわ守備、硬いわ。サイド中走らせて、あーオサイドだよね。ちょっと出だしが早かった。ちょっといじってきそうなんかどっかの修正が入るんかな。一応確認やね。いやー抜け目ないな。中中央カバー、中央カバー、やばい。赤、いやーロナウドだわ。
こう簡単にやられちゃうとな。チェックを受けながら。オッケー。決めたー。まあ俺の方が簡単にやり返しちゃったね。いやーまたすぐ追いつきましたね。今日は。まあ得点直後だからこそ入りやすかったっていうのがあるけど。スルーパスからのゴール。これは大丈夫でしょう。オッケー。でしたね。そうですね、ディフェンダーとの駆け引きがあるんですよね、今みたいなところは、はい、もうギリギリの攻め際でしたよね。取れるんちゃう？いやーでかいわアグエロさん、それでかいわ。出てきました。1点した後って一番こう注意力落ちる時なんですけど、ね、やばい、うん、落ち着いてよく決めましたね。おお、ね、まずいね、取れるね。ボールをカットします。サイド空いてる、走らせる。チャンスメイクしたいですね。ただ高い選手がいないんで、まあ、そこをどうするか、うん、ボロいですね。そこをどうするかなんだが、中央から通るのがこのパス、うん、落とせない。ファビ・マルティネスからのスルーパスをカットしました。ファンフラ、これは大丈夫やな。 OK、 カットです。あー取りにくちゃう。前線へ、このボールに触ります。 OK、 このボール落ち着かせ、縦かな。うわ、メッシー、ファンフラ、ロングフィード、オフサイド。うん、切り替えたが、これは合いません。てかベイルにパスした方がいいな。ファンフラ、いやイニエスタ、むずいな、ここはちょっと。サイドのスペースを使います。ほぼ五分かと思いきや、動きのある前半でした。見応えのある好ゲームです。なんか相手にキープされてるから怖いんだ。前半ご覧になってどう思われました？まあ1点勝負だね。精神的な強さが光った前半でしたね。そうですね、失点した後も動揺する。うわ、そこを無理やり突破してほしいんだけどね。さすがに無理か、はい、ここまでお互いに1点ずつ譲り合い後半を迎えます。さあご覧のようにおお、ラッキーコーナー。もう一回カーブかけて、ゴールを狙っていきたい。ここはつながる。くっそ、直接入れたかったな今のは。まあ、牽制したつもりね、あれで。長いボール縦へ、サイドを使う。中央へ、よくカバーしましたよ。無理。ディフェンダー集中力いいですよ。うっそ、うわビダルの素晴らしいダイレクトシュートやったけど、うん、いやらしいとこ、キーパーとこっちかな。メッシー、やばい。これは勝てるね、ロナウドじゃねえ。おし、ちょっとミスった。緩いフィード、このボールをカットします。うん、ここのキープだな。キープうますぎるわ。イニエスタへ、中が空いてるでしょうね。いやー右足か、メッシの。ちょっとミスった。出ないのかい。素晴らしかったですね。いや素晴らしいですよね。なんといってもあのゴールでスルーパスを出せたってとこですよね。ちょこれ一番やりたいんですけど、やってもうた。なかなかゴールのスルーパス、あぶねー。よくそこのスルーパスのゾーンを見つけましたよね。さあレアル勝利に向けて一本抜け出しました。ここでロナウドでしょう、もう早い時間帯からの。これでヘディングは強くなるからね。アグエロとの違いを見せれる。だがしかし、かわすんかい。
ちょっとボールを回されているので積極的にプレスをかける方がリズムができると思いますけどもね。おっと来たわ。縦にボールを送ります。お、危ねえ。いやー硬いってマジで硬すぎるよ。嘘でしょマジか、セーブかあれ。くぅ硬い、間違えた何これひどいんだが、まあ、こういうミスしてたら勝てねえわ絶対勝てない。ちょっとちょっとちょっと待って、ちょっと待ってなんだが、ちょっと待って、ちょっと待ってなんだ。はい、やっちゃったはい、やっちゃったあー最悪なんだが、まあ、これやってたら勝てねえな。せっかく前半いい入りやったのにね、ミスに泣いちゃうな。レベルは高くないわ高い試合にしたかったんだけど高くないわ。あれなんで中に弾いちゃうんだろうな。方向キー倒してる方向にさ、せめて弾いてほしいんだけど、意識はあえてショートパスでくんの。ショートですね。キーパー、キーパー触る、弱い。ロングフィードで狙う。このボールに触ります。ベイル、うわーノーファルやもんな。オートスライドね。スルーパスを出す、抜けたマジか、危ねえ。誰か死んでるし、ベイルか。前線へのボール、ここはカットします。そこじゃないな。ややトゥーレ、ここは読んでいました。ベイル、ロッベン、頑張れ。裏へのスルーパス、頑張れ。抜けてくる、どうだ、ヘッド。ちょっと。無理か。もう集中力切れたやつやで、これ集中力切れたやつやで、これややトゥーレ、ディフェンスの寄せにあっていたんですが、ものともせずシュートゴールでした。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、うん、このフィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。なるほど。おいおいおい、マジか。さあレアル、うーん、無理だ。くっそー、今日は止まりません。せっかく相手のマークをうまく外し確実に打ち込んで、前半のあの形からもうちょっとできるんかなと思ったのに全然無理だったな。今度はオートスラム導入しようかな、まあ、自分の意思でスライディングはせえへんからいいけん。ゲームの主導権を完全に手中に収めています。まあ1点取った後またさらに追加点、弱いなそれは。1点目では狙いとしては最高ですよね。ドリブルもう一つ入ってほしかったけどね今の。レアルマドリーもう無理にはいきません。裏狙いましたね。よいしょ。このボールはつながりません。セルギオラモス、うん、5-1か。相手のシュートが完璧だったねいやー自分はシュートをものにできんかった。あのロッペンのシュートが入っとけばな、少しはもうちょっと変わったかもしれんけど
まあ、それでも勝てんかっただろうね。はい、では今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。